東京薬科大学は東京都八王子市堀の内1432-1に本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は東薬、薬大。東京薬科大学の前身は1880年創立の東京薬保学校。1883年に東京薬学校となった。百二十九年には 上野女子薬学校が設立され、1931年に東京薬学専門学校女子部になった。1949年、東京薬学専門学校と東京薬学専門学校女子部を合わせ、東京薬科大学が設立された。このような経緯から男子部と女子部が存在することになった。男子部、女子部が同じキャンパスで学ぶようになったのは、 1976年の全学八王子キャンパス移転後、女子の比率が著しく高い薬学部において、男子学生と女子学生の数を均等にするために、今日でも男女別学の体制を継続している。また、日本最古の私立薬科大学であり、多くの傑出した人材を薬学会、薬業界に排出し、医療分野のみならず、 教育等幅広い領域で活躍している。東京薬科大学の前身、私立薬学校の初代校長であった下山淳一郎が明治20年代に西洋薬学を習得するためドイツに留学した折、彼の地の大学長から日本において西洋薬学が根付き大きく開花することを期待され、フロアファーマシアというラテン語の句を送られた。この句、 フロア・ファーマシアを FPH とし図案化したものを交渉としたと言われている。スクールカラーは東薬大古代紫。ウェブカラーナンバー 6D2972009 年4月1日に制定された。現在も後期等に使われ長年親しまれてきたイメージを基調としたもの。薬学部は男子部と女子部が存在し男女別学となっている。もともと 別の専門学校だったのが統合された経緯から、その後も男女別に授業を行っている。ただし、カリキュラムの内容は同じである。なお、4年次からの卒業研究に関しては、男女の区別がなく、教学と同じ状態である。選択科目及びサークル活動は男女報道。2008年度より、東洋食品工業短期大学が男女教学となったため、 2018年現在、日本で唯一の男子大学と見ることもできる。東京薬科大学、首都圏の薬学部、歴史。2019年4月30日閲覧。AB、交渉、スクールカラー法人概要大学案内、東京薬科大学。2019年4月30日閲覧。大学遠隔東京薬科大学公式ウェブページ。 2008年11月22日閲覧、浅野正義、小薬学と訳した、多い言動について、薬師学雑誌1981年、16巻、1号、P23 大学基準協会、東京薬科大学に対する相互評価結果並びに、認証評価結果、2011年4月30日閲覧、薬学部、特色、教育カリキュラム、 東京薬科大学公式ウェブページ2009年1月19日閲覧ありがとうございます。